やっちゃいますか。はい。暑い。なんか暑くない？なんでエアコン。なんか私最近ここで収録するとずっと暑いんですけど。入ってるよね。ね、なんか全然。全然冷えてこんね、うん。なんかスイッチがあるんですかどっかに。もう一度下げた。あ。女子レーバー。あ、マーシーさんです。誰が見えてる？え、偉い人。偉い人。偉い人。はい。ざっくり偉い人。まず、あ、ちょっと聞いてきたかも。今20。20。寒かったら言ってください。はい。本当暑いね。全然冷えんね。暑いよ。まあいいや。これでやりましょう。とりあえず一本だけでも取っちゃいましょう。はい、今日2本ですよね。でも今日2本、はい、やりますか。あれ、この間私間違えとるかな。あ、シェラザードシェラザードね、はい、はい、了解です。あー、もう間違えてる。もう連敗してなかったですよね。そう、余裕、うん、余裕だけど今回2回間違ったらだからね。いいの、大丈夫かな、うん、そうだ、何も書いてなかった。どれかな、どっちだったかな、どれかな。あ、分かった分かった、はい。あっち見ててくれるかな。やです、見ます。はい、何その暗号、絶対分かんない、ね。はい、やりましょうか。作曲者、誰だ。このコーナーは問題の曲を作曲したのは誰か。もうずっとおはくね、おはくねじゃなくておはくらはもう9年目に入ってますからね。もう交響曲の特徴はもうずっとやってます。はい、交響曲といえば、もちろんベートーベンですよ。もうずっとやってきましたよ。え、その人じゃないってことですか。わからないです。だから今ヒント一生懸命出してる。でもなんか、うん、どうして大丈夫。え、ちょっと興奮して興奮しないで。ベートーベン、ベートーベン、ね、シューマンもいますよね。ブラームス、ということで誰でしょう。なんでベーバー言わないんですか。上掘るったらもうさえちゃんすぐウェーバーが出てくるから。なんで、え、マダンの写真って掘るんで、もう何回もやったじゃないですか。 あれ掘るのがいっぱい出てくる。全然、あ、そうか、しまった。そうすると3択になっちゃったじゃないですか。おお、なるほどね。なんかすぐウェーバーで食いつくかなと思ったら全然だって、もう忘れてんだもん。違うウェーバーはマダンの写真と思ってましたけど、マダンの写真に掘るが出てくるかどうかは知らないです。そのホルンの音を覚えてくれるために何回も出してるために。そうだったんだ。全然私の趣旨が分かってないけど、まあいいです。とりあえずじゃあヒントとしてウェーバーは消えました。分かった。ウェーバーとベートーベンが消えたということで、はい、シューマンかブラームスの2択だと私は思っておりますね。はい、さあ早くしないと質問がねまだ溜まってますからね。あ、またどちらにしようかな、やってますね。さあ、シューマンだわ。シューマンとは3番ですね。でもシューマンってタイトルに作曲者誰だとつけて応募してください。で、今回の作曲者誰だは今年9月まで2000点を超えられた方におはくら名人の称号を授与しますよ。これまで参加してみたいなと思っていたあなた、まずは始めてみませんか。何点問題ですか。はい、60点です。あ、ブラームスです。ブラームスだ、ブラームスだよ、絶対ブラームスだ、絶対ブラームス。まあ、早く、早く閉めてください。わかりました、わかりました、はい、ブラームスにします。どっちにしろハズレです。え、ベートーベンです。ひどい、ひどいベートーベンです。じゃあ最初からベートーベンでよかったじゃん。そう、よかったけど、よかった、やばいなと。で、ウェーバーに振ってウェーバーを消してなんとかベートーベンから外して、よかった。今回は予備通りでした、予備通りでした。これで2連敗です。さあ、やられた、やられた、ね、でも
この回って22年度の4月から始まったのは、追試が少ないので早く追試やってもらった方がいいかもしれないですね。あーもうめっちゃくちゃ、道理でなんか余裕ある感じで、もうさあ時間がないね、どうしようかね。さあゆりなの今週のつぶやき、リスナーの皆さんはマーシーさんにごまかされないように惑わされないようにしてくださいね。答え、はあ、ではまた来週お会いしましょう。さあゆりなとマーシー山本でした。嬉しそう。この後も FM 愛知でお楽しみください。もう悔しい、なんでよ。でもブラームスに変えたからシューマンって来る人いるかもしれないね。そう、でもベートーベンの全くベートーベン全くちゃうらなって、ベートーベンって言ったよね、私言いましたよね最初、ベートーベン交響曲って言ったらベートーベンって言ったから、言ったからやばいなと思って、これウエーバー、これ本当にウエーバーを引っ張り出してきて、もうなんか余計なこと言うもんなと思ってさ、ウエーバー捨てさせて、そしてベートーベンをね、ベートーベンもそっからパッと削ってくれたから、あやったと。いやちょっと作詞すぎるでしょ、すごいわ、はい、もうまんまと騙されたもんね。さあこれであと1回間違えてくれると、いやーやだ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 ね。はい、ということで、はい、怒ってますけどね、たまにはね、いいや、この間答えを教えたわけだからね、大丈夫です。たった1回じゃないですか答え教えてくれたの。あーよかった。でウェーバーはね、交響曲ってほとんどやらない、書いてたかな。まあ、てかウェーバーのマダンの写真って交響曲、うん、あれはオペラです。あ、そうオペラの序曲です。ほら違う、だから全然違うけど、ホルンが、そっかあれそう、ドゥ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 、そう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 、ホルン、あれホルンです、ホルンの4です。そうなんだ。でベートーベンの今のはホルンの3人の演奏ですね。だから何回もマダンの写真出てきてるんですね。はいですね、はい、ということで、ほら、はい、でもさ、でもさ、はい、私がマダンの写真のデー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 が言えたってすごくないですか。そうそう、うん、覚えてるんですか。リズムは合ってるけど音程が全然あれですけどね。デー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 、この曲一回聴いてみてください。サイちゃんの音程がどんだけいいか分かります。合ってるよ。はい、バイバーイ。はい、バイバーイ。